はい、今日はですね、アウトレット三井アウトレット竜王へ来ております。で、今日は今から買い物をしていく流れになるんですが、ついさっきね、実は福井の方行ってたっていう帰り道に寄ってるので、もう僕は特に買い物がないんですよ。なので今日は君、嫁蔵さんの買い物をしたいなと思うんですが、ただ普通に買い物しても面白くないので、うん、今回はですね、こんなルーレットをご用意しました。そういうこと？うん、だから全然知らんやろ。うん、知らない。何今日聞くかやねん。だから見といてや、はい、嫁蔵買い物って書いてあるねんな、うんうん、で、実はここに予算が書いてあるね、うん、まあ順番に見ていこうよ。まず赤5万、3万、1万、5000円、1000円くんなってくれよということで、予算の方を組ませていただきましたので、これでルーレット回した金額をこちら今回お支払いさせていただくということになっておりますので、あとは自腹で払ってもらうということになっておりまして、ただ一つ言っとくのは、もし赤の5万いったところで5万使い切らなあかんわけじゃないよ、うん、別にいらんかったらいらんでいいし、やめてくれたらやめてくれたらでもいいし、 OK？ だから今から回していきたいなと思います。自分で回す？いや、いいよ、回していいよ、回していいよ。いや、回してよ。まあ、回すで。で、これで今日買い物決まるからな。自分だったらなんか、まず自分恨みそうだもん。ああということで、これで回していきたいなと思います、はい、めっちゃ面白いこと考えるよ。うん、だからもし1000円やったらそう、でもし1000円やったら買い物は多分2分で終わると思いますが、ね、うん、いきますね、はい、もうやり直しなし、もうここカットしない、早送りしてみたかな。5000円ということで、今日はですね、嫁蔵さん5000円でお買い物するということになっておりますので、手の練習でしょ。ほな、次もう一回行くってこと？うん、私がやるじゃん、うん、どうしよう、それダメだったらカットしてね、うん、もうこれでも次、おさんで、とかどっちかを使う、もう今回の5000円か、次の君回そうか、いい方でいいんちゃう。分かった、じゃあいくよ、うん、1000円とかやったら笑けるけどな。よっしゃ、1万回、それギリギリそれでも1万回、はい、ということで1万円分を購入させていただきますので、服を選んでください、はい、で、ちなみに今日買うのは、まあ、もし行けたらやけど3週間後ぐらいに北海道行く予定やん、うん、でそれで行ければいいけど、まあ、もし無理やったとしても、まあ、私服で使えたらいいんちゃうかなと思うんで、まあ、好きに1万円分買ってもらったらいいかなと思います、はい。ちなみに、今回服やから甘いもんは別枠で用意させていただいておりますので、1万円分は洋服で使ってください。顔死んでるけど大丈夫か？ OK？ 1万円、なんか不回り気やな。1万円何も変わんないよ。うん、十分十分で、もしかしたらオーバーしたらその時でも救いの手が出るかもしれん。そうん、だから行こう。うん、俺な、唯一一軒だけ行きたいとこあるんです。いつも行ってるとこ。そう、行っていいの？いいよ。はい、ということで今回はね、1万円ということで、1万円も洋服を買ってもいいんだというところで、旦那さんからの奮発でお送りさせていただきたいなというふうに思うんですけども、ちょっとまあ1万円という予算が決まったから、物がはっきり決まってきたんちゃう。アウターは無理やん。そうだから、こうニットとか小物とかになるんじゃん。マフラーとかさ。そうだね、でも服いっぱいあるしな、あるっちゃ。だからこの冬使えるものとかさ、北海道で使えるものとか、手袋とかでもいいやんか。あ、手袋、ね、そこにセレクトショップあるから、ちょっと回っていこうか、どんどん、うん、回っていきます。それでは回ってみてどうですか？なんか前はさ、まあ、3万以内でいいよって言われたじゃん、うん、今回1万じゃん。いや、1万って5万まで用意しちゃったのに、それ引かんかったよ。引かん、引けるわけないじゃん。ってなったらちょっとな、考えちゃうね。うん、1万かあんま余裕ないなって。そうね、一着だけしか買えないなとかさ、一着がまあ6000、8000円全然切ってないやないかい。全部わしのポケットマネーやないかい。そうなんですよ。やだね、欲深い女って。僕もですね、一軒だけちょっと寄りたいお店があるんですよね。で、そこには行って、そこでもし何もなければ僕は買わないと。でも基本的に買うつもりは今特にないんですが、何かいいのがあれば買うみたいな感じで思っておりますが、君靴下買わなあかんねんな、確か。ああ、ナイキの、うん、白のスニーカーいいねんな。スニーカーじゃなくて靴下。そうそう、ちょっといかんせん今日はね、ちょっとお疲れな感じではあるんですが、もう今現在3時半ぐらいなんで、もう1時間2時間ぐらい回ると、おそらく限界になると思うので、
目星いお店をねちゃちゃっと見つけていこうかなと思います。ちょっと行きましょう、はい、第一候補一つありましたね。そうです、ナノユニバースに、はい、ニットですね。ニットですね。じゃあ第二候補探しに行きましょう。はい、行きましょう。でもし5万当ててたら何買ってた？5万当てたらさっきそのなんだっけ言ったところ、サンダーサンデーマウンテン、サンデーマウンテンでさ、バブアのさジャケット、ジャケットあった、あれ可愛いなと思ったから。でも買えられへんやん、そんな5万当てたところで。まあ確かに、あれはじゃあネット注文させてもらおうか。いや違う、アウトレットで買うのが5万ってことだから。あ、そういうことか。そう、あの持ち越しとかないから。じゃあ探すしかない。バブありません、バブありません、バブありません、バブありません。あ、君のね好きな店、このタリーズの横にあるね。あ、そうなんだ、うん。ためにならないレビューできるね、これ。ね、で、そのニットがおいくら万円ですか？これが7150万円でしたね。ってことは、あと残り2850万円を使えているんですね。そうですね。すべての愛、じゃお。イエイエイ、送られました。残り使い果たしちゃってください。はい、使い果たします。はい。もうですね、暗くなってまいりました。まあ、ぼちぼちいろいろ買ってきたけども、もう最後が終焉です。ラスト1店舗行って、そこでおしまいにして、今日の購入品の紹介をして終わりたいなと思いますので、最後の意気込みを一つどうぞ。はい、あともう一晩踏ん張りします。頑張ります。楽しみです。帰りましょう。行きましょう。はい、ということで無事買い物終了しました。じゃあ今日の買い物は何がありましたか？はい、じゃあさっき買ったあのオレンジかよくわかんない赤のニットと、実は予算も増してしまったあのまたニット、青色のニットと、たっくんがこれかわいいよって教えてくれた、手袋、きれいめの手袋買ってもらいました。予算は1万円ぐらいオーバーしてます。まあ、そうやな、合計1万円って最初は言ってましたが、結局はまあ2万ぐらいでしたね。そうですね。それとあとなんかタルトみたいなのを買わせていただきましたので、この辺で終わりにしたいなと思いますので、最初のルーレットは何だったんだというところはあるんですけども、レビューはまた君のチャンネルの方でするんですね、サードチャンネルで。はい、ということになってますので、こんなもう真っ暗になっちゃったんでね、では、見てもらってありがとうございました。